おお、いいぞいいぞいいぞ。もう一生腹震わせて動けないよこいつ。ハマっているハマっている。いいぞ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 。なんでさ、そういう攻撃してしまう。やーん。あーもう今当たらんかったら2個落とし穴を仕掛けている。これはもう行くしかねえ。ほら、いけ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 。あー、ドッスイオスまでいますね。よし、オッケー。擬人化解除して足を食らって方向回避と。危ない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 。あ、ガス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 。もうこうなると一生さ走ってこないから。ああ、横に避けたつもりになってた。まあガス出たからまあいっか。よし、来た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 。はい、来ました。ほら、いけー。竜属性3人で切り刻んでやるぜ。竜弱々モンスターだから。よいしょ。さあ、ガンガン行くぜ。もう、これはまた動かなくなっちゃうな。おら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 。落とし穴にはまんなくたってね、攻撃自体はできますからね。いやー、その回転することに私のヘルスが減っていく。いいぞいいぞいいぞ。さすが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 。いやー、食らうか。おお、いいぞいいぞいいぞ。もう一生腹震わせて動けないよこいつ。ハマっているハマっている。いいぞ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 。強すぎるマジで。完全に一方的だったわ。この体力お化けのこのモンスターをね、若干ゼロ踏ん張りは強すぎるわ。まあもちろん目当ての素材はね、剥ぎ取りじゃ出ません。もう口角が4つ出るから。なんでこいつの剥ぎ取り確率ちょっと覗いてみるか。はい、来ました。口角 43%、 剣角 20%、睡眠袋 17%、火炎袋 8%、竜玉が 7%、 頭角頭の殻って書いて 5%。 もう永遠攻撃してくる小型が。あ、確率通りのラインナップありがとう。グラビは腹破壊まで落とし穴で狙い、破壊後は腹でひるみループで。なるほどね。じゃあ壊すまで落とし穴使えばいいってことか。よし、十分でしょ。あ、これ空骨も集まっていいな。流玉ちょうだい。骨髄と流玉が欲しいんだけど。このためにグラビモス行くんですけど。あー、もうこうです。何回熱線吐きますのん。おー、ほら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 。さあ、早すぎる仕掛けるのが。さあ、一生罠にはまっている。すげえ音だわ。怒り状態にすらさせないで、もうひたすらはめまくるから。
止めろ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 、しびれ罠、さすがしびれ罠をお持ちなのね。そろそろでも砥石を使わないとダメな頃なんだけど、大丈夫かな。なんか飛ばされたんだけど、何の攻撃だ今。ドスイオスか。さあこの辺で横に避ければハマる。そこにある罠は有効活用しよう。これはちょっと出るの早いですね。一生腹でハマるんだ君は。よし。なあもうマジでどんだけ飛びかかりしてくんのあいつ。痛すぎる。え、いいぞいいぞいいぞ。はい、ナイスです。ドスイオスいなくなってるし。わかるんですけど。あ、光学と剣閣か。まあまあまあ、火炎袋もあるけど、竜玉集めるのも骨が折れるし、小鈴も出ないし。あー、ブスリ、お供え物だ。竜玉が出ますように。しょぼすぎるこれ。もうしょぼすぎるよ。あ、尻尾切らないと骨髄出ないっけ。あれ本州でないっけ。ないのか、あれないの骨髄って。うわ、報酬ないじゃん、マジで。起きろ。私、尻尾行きます。早く出てくるんだよ。それそれ。全然当たらんの、なんなん、本当に。いや、マジで当たらんな。もう、微妙に当たんないよ、こいつ、でかすぎて。しびれはな、助かる、マジで。よし、グッジョブ。ありがだし。さあ間抜けなハマり方だったな今。のっそり歩いてきて落とし穴にはまるから。ん、何しようとしてる。ああ、もうハマるハマる。昼目昼目昼目、よし。昼目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 。いいぞいいぞ、来た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 。永遠ループ来た。はい、永遠ループ来ました。もう一生逃れられないわこいつは。ナイスです。そしてハギドリです。剣閣、おう。あー出ないわ、もうダメだ。竜玉も何も出ねえし、さっきから光閣と剣閣しか出ないんだけど。見てこの文章、本当に。光閣よりも固い剣外閣で、この地域では剣閣と呼ばれているというね。何も参考にならない説明文ありがとう。骨髄渡して役目でしょ。あ、しびれ罠マジナイスすぎる、ありがとう。この一回をものにしてみせるぜ、ありがとう。いけ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 。お前マジで脱出しないでこの雨やな。うおー、ちょっと飲んで飲んで飲んで。なんでだよ、やばいやばいやばい。よかった。もうお前マジ俊敏だろ今回。やばいか。いいぞいいぞ、いけ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 。回復なんて知ったことか。
いいぞいいぞいいぞ、ハマっている。いいぞいいぞ、よかったよかった。あぶねー、危なかった。はい、骨髄。はい、ここで骨髄出るじゃん、やったぜ。いやー、物欲センサー破壊したのが効いたわ。やっと1個目かよ。というか骨髄何個使うんだこれ。これを高等な剥ぎ取り技術がないと手に入らない素材、それだけに貴重。骨髄の説明してくれや。流玉は、わあ、どうしましょうねこれ。クラビモスくん、だってもう睡眠袋 17% で火炎袋 8% でさ、 8% なんだよ。ああ少ね。いや、でかいな、お前。お前、でかくない？強くない尻尾。ありがとう！ナイスダンス。おつづいが出るかな？剣閣。てけ。流玉じゃないか。びっくりした。びっくりした。流玉出たわ、やっと。お前やっと1個か。やっと1個出たぞ。あー、ほんとに遺留子の体内に長年蓄積された不純物が結石という形になったもの。得意な物質、得意です。チュートリアル。ありがとう。いい薬です。まあ足りない気はしてた。あー、でも頭作ってあるんだ。そうだ、頭は作ってあって胴体がまだないんで、これ流玉使うんすよ。じゃこれで1個生産する。驚きのシンクロ率。ドラゴンハイド作る。できるじゃん。流玉また使います。ほんでそんで、はい、ここに3箇所。まずどっから作ればいいですかね。もうさ、もう早速激鱗使うのおかしいし。もう、どれか一箇所しかこう、強化できない。ここだけでもう3つ使うんです、これ。まあまあ、頭から強化していくか。これがね、激鱗を求めていた理由なんですけど。はぁ、死にそう。えぐいよ、要求素材が。おぉ、やだよ。えぐすぎるよ、もう、君たち日本語喋って。ルーツ胴体と他2部位はどこでもいい。あ、胴体が必須なんだ。量。どういう格好？これあれじゃね？金レイヤーの防具じゃない？この人は。やるね、マジで激運防具作って。やるね、本当に。